調味料、食卓炎です。物体に振りかけた場合、その物体は使用者の口や食道を通り、胃の中へと瞬間的に移動します。この際、移動するものは使用者の認識に依存しています。胃の容量を明らかに超える物体であっても身体組織が伸縮し、そのすべてを収めるため、使用者が損傷を被ることはありません。体内に入った消化できないものは半永久的に残り続け、使用者が生存している間は摘出することができません。